プロ野球界において黒い歴史といわれる2011年から2012年の2年間使用された統一球時代、飛ばないボールといわれたそのボールは野球の魅力であるホームランを激減させ、圧倒的投手有利な環境を作り出しました。それは数字で顕著に表れていて、2010年シーズンは両リーグ合わせて1605本のホームランが飛び出したのに対して、2011年は939本と大幅に少なくなり、2012年はさらに減り881本になります。そして大半の打者は大きく成績を落としてしまい、ブレイク間近の若手は才能を摘み取られ、ベテランの主力選手は早期引退に追い込まれました。そこで今回は統一球導入により大幅に成績を落とした被害者を紹介します。小笠原道博、読売ジャイアンツ。ガッツ、ミスターフルスイングの愛称でファンに親しまれた小笠原選手。その打棒は当時球界随一であり、巧みなバットコントロールで毎年3割以上の打率を残し、さらに2006年から2010年まで本塁打王1回を含む6年連続30発以上のホームランを打つ長打力もありました。2010年も打率3割8厘、34本塁打の成績を残し、まだまだ主力として活躍が見込まれていましたが、2011年は怪我の影響で83試合の出場にとどまったとはいえ、ホームランはわずか5本、打率も2割4分2厘と大幅に成績を落とします。さらに翌2012年は開幕スタメンで出場するも打撃不振に苦しみ、プロ入り最少の34試合のみの出場で打率は1割5分2厘、ホームランなしという散々な結果となりました。同年オフの契約更改では、当時 NPB 史上最大の減額となる3億6000万円減となり、以降のシーズンでも4年でわずかホームラン2本と、完全に統一球によって打撃を狂わされました。結局2015年で引退し、なんとか2000本安打は達成したものの、2010年シーズン終了時点で通算本塁打372本と、大台400本塁打も確実視されていただけに、統一球の影響で夢と消えました。この小笠原選手が多くの被害者の中でも一番影響を受けたと言われています。和田和弘、中日ドラゴンズ。ベンちゃんの愛称でおなじみの和田選手。2010年のシーズン MVP 選手であり、広くて打者不利な名古屋ドームを本拠地としながら、同年は打率3割3分9厘、37本塁打放ち、チームのリーグ優勝に大きく貢献しました。独特の打撃フォームから鋭いスイングが持ち味で、2005年には首位打者を獲得。レギュラーに定着した2002年から2010年まで、2006年シーズンの打率2割9分8厘以外は全て3割以上を記録するなど、球界を代表するスラッガーとして活躍していました。そして2011年、和田選手は131試合に出場するもホームランは12本にとどまり、さらに打率は2割3分2厘と大幅に成績を落としてしまいます。翌2012年は全試合に出場し、打率こそ2割8分5厘につけるも、2000年以来の1桁本塁打に終わってしまいました。このままでは通算2000本安打、300本塁打の達成が危ういと思われましたが、統一球が廃止された2013年からは成績を持ち直し、2014年に通算300本塁打を、2015年には2000本安打を達成します。ただ、2011年、2012年の統一球時代がなければ、成績もまだまだ上昇傾向だっただけに、もっと上を目指せた選手でもありました。森野正彦、中日ドラゴンズ。チームメイト和田和弘と同時に成績を落とした森野選手。2010年は主に3番を打ち、打率3割2分7厘、本塁打22本をマーク。また、リーグ最多の45本の二塁打を放ち、中距離ヒッターとして好成績を残しました。レギュラーを獲得した2006年から、常に3割前後の打率を残しており、さらに勝負強さもあり、今後も主軸としてタイトル争いに入っていくのであろうと思われた矢先の2011年。この年は142試合に出場するも、本塁打10本、打率2割3分2厘に落ち込みます。得意にしていた2塁打も前年の半分以下となる19本となり、完全に特徴がなくなってしまいます。2012年も引き続き統一球に悩まされ、打撃不振を脱却することができませんでした。しかし2013年は打率2割8分6厘と盛り返し、本塁打も16本打ちます。翌2014年も高水準の打撃成績を残し、34本の2塁打を打つなど、以前のような輝きを見せるようになりました。それだけに
ちょうど油の乗っていた時期での統一球導入は、森野選手のプロ通算成績に大きく影響を及ぼしたのでした。ただ、主力の和田選手とともに、2010年から大幅に成績を下げた2011年でしたが、中日はそれでもリーグ優勝を達成しています。これは、統一球と異常なほどホームランの出にくい名古屋ドームがあったからこその優勝だったのかもしれません。アレックス・ラミレス、読売ジャイアンツ。ラミちゃんの愛称でおなじみの最強助っ人ラミレス選手。2010年は本塁打49本でホームラン王に輝き、かつ打率も3割以上を残します。来日してから常に安定した数字を残しており、そのパワーは飛ばないボールも関係ないと思われましたが、やはり脅威の統一球。ラミレス選手も軒並み成績を落としました。2011年は前年の半分以下となる23本のホームランにとどまり、2012年はさらに減少し19本となります。これはホームランの出やすい球場、2011年は東京ドーム、2012年は横浜スタジアムを本拠地としながらも、大幅に本数を落としたという事実で、いかに飛ばないボールだったのかを思い知らされました。打率こそそこまで落ちなかったものの、長打率は1割5分ほど、統一球導入前より落としてしまいました。それでも2年間なんとか耐え、2013年には外国人初の2000本安打達成。通算400本塁打はなりませんでしたが、偉大な功績は残しました。ただ、統一球時代がなければ、もしかしたらタフィー・ローズが持つ外国人最多464本塁打更新も夢ではなかったかもしれません。鉄平、東北楽天ゴールデンイーグルス。統一球の被害者はホームラン打者に限らず、高打者タイプの打者にも影響をもたらしました。その最大の被害者は、天才打者と言われていた鉄平選手です。中日時代は落合監督、楽天移籍後は野村監督、星野監督など、名将監督の下でプレーし、その天才的な打撃センスは、どの指揮官も高く評価するほどでした。2009年に首位打者を獲得すると、2010年にも打率3割1分8厘をマーク。ホームランこそそこまで多くはないものの、2塁打、3塁打は一定の数字を残していました。これから一気に球界の大打者へと駆け上がると思った矢先の2011年。鉄平選手本人も全てを失ったと語ったほどに打撃不振に陥ります。同年は打率2割2分8厘にまで落ち、スタメン出場すら少なくなり、規定打席は到達できずというシーズンになりました。さらに、2012年も不振にあえぎ、打率2割5分1厘止まり、2塁打、3塁打の数も軒並み落ち込み、もはや打ってもほとんどがシングルヒットとなってしまいます。統一球が廃止された2013年以降も、打撃フォームを改造した影響が尾を引き、復活することなく、同年オフにはトレードで放出されてしまいました。中日から楽天に移籍後、せっかく出場機会に恵まれ打撃が開花したのに、統一球の影響で天才打者は消えてしまいました。いかがだったでしょうか。2010年オフにボールが飛びすぎることや、球団によって使用球が違うのはどうかということで導入された飛ばないボール。その影響は多くの打者の成績を落とし、その後のプロ野球人生を大きく狂わせました。またどの試合もロースコアの展開が目立ち、野球の醍醐味でもあった打撃戦や劇的な逆転試合を減らす要因にもなりました。2013年の WBC で日本がベスト4入りはしたものの、台湾やキューバ相手に苦戦したのも、野手陣の人材不足が招いた結果だと言われています。また野手陣とは逆に投手陣は、軒並みシーズン成績は向上したものの、2年間のみ活躍したという投手が多く、統一球廃止後は波の成績になった投手が多かったのが事実でした。一体、統一球導入は誰が得したのだと思わせるような、球史に残る出来事でした。以上、統一球で成績を落とした選手でした。